はい、皆様こんにちは、竹千代です。今日もですね、ちょっとホテルからお送りしておりますため、小声で喋っているものを編集でボリュームアップしております。なんでいつもよりかね、聞きづらかったりとか、うんってなっちゃうかもしれないんですけれども、そこはね、音量はね、上げて調整してみてください。一応私はね、今日帰るつもりです。今日帰るつもりというか、今日帰ります。なんたって仕事なので。朝一で帰って、朝一のね、電車で帰って、まあ、朝一言うてもね、まあ、7時台なんですけれども、朝一の電車で帰って、で、普通に、仕事にそのまま行きます。すごいハードスケジュールよね。あとね、昨日の動画もね、見てくださった皆様、ありがとうございました。笑えたでしょ。でもね、あれぶっちゃけ動画自体は30分ぐらい回してたのよ。でもあれ18分ぐらいになったでしょ。あれはね、なんでかっていうと、10分ぐらい私もね、さすがに賢者タイムがあったわけよ。で、何を思ってたかっていうと、これはアップしていいのだろうかって思ってたのね。まあ、たださ、自分のこの動画だけじゃなくてさ、趣味分ラジオでもさ、開封動画やりますみたいなさ、こと言ってたし、インスタのさ、ライブとかでもさ、散々なんかその言ってたし、これ今更さ、アップしなかったで、またなんかあったんだろうなって思って、そのコメントに返信全部するって考えたら、もうアップした方がいいんじゃなかろうかってこう傾き始めて、じゃあまあこれね、30分こう撮り終わりました。じゃあそのね、主要な部分、メインの部分ね、パキッの部分をね、見て、少しでもね、なんか私自身の方がちょっとなんかもやってしたりとか、あとなんかね、暗い感じのね、に映ってたりとかしたら、もうこれは、もうじゃあ、お蔵入りっていうか、もう消そうって思ったんですけれども、5回見て5回笑っちゃったのよ。なんで、普通にアップしました。まあ、普通だったらさ、まあ、こんなさ、まあ、最初サムネイルじゃないな、タイトルにさ、もう本当天文学的数字を引き当てた地球人みたいな感じで書いたと思うんですけれども、これ、バリバリ本当すっごいか、確率だと思うのね。だって、昨日とかもシステム手帳サロンに行って、もうフラクトをさ、もう普通にゲットして使ってらっしゃる方の、ね、手帳とかも全部見せてもらったのよ。だから全然ね、何の不具合もなく、普通にもう楽しくね、もう買ってよかった言うてね、使ってらっしゃる姿を見て、じゃあもうこれさ、普通に日本に散らばるはずだったその不具合発生のその2冊をね、引き当てた私イズ何と思って、これすごくねと思って、もう遊戯王で言ったらあれよ、デュエル言うてさ、このなんかカードドローすんじゃん。もうカードドローしたその時点でエクゾディア全部揃うようなもんやね。だから自分自身めちゃくちゃなんか笑っちゃって、で、それにね、多分、普通の配信者、多分普通のリスナーだったら、多分その第1回目のね、動画が上がった時点でね、多分ね、なんかね、ちょっとはね、怒りマークになっちゃってると思うの。ただ、それもさ、第1回目からみんな見守り続けてる、今これをね、見てくださってる皆様、もう 99% ぐらい多分笑って過ごしてるでしょ。なんで、まあ、ということは、私自身もね、スーパードポジティブの、もうご都合主義解釈人間なんですけれども、多分皆さんもそのね、ハッピー世界線の人間だろうと思って、まあ配信者がこうだから、まあリスナーのね、毎日見てくださってる方は特によ。だってさ、多分さ、ほんとなんか、めちゃくちゃね、もう心の底から超ネガティブで、そういう人って多分ね、こう毎日ね、こんなね、陽のエネルギーバンバンのね、もの見れないから、で、私自身もそうだったんですけれども、実際なんかこうやってなんか、ちょっとすごい落ちてる時、もう落ちてさ、結構再起不能手前まで行ってる時とかって、もうそういうの極力何排除したくて、あまりにも合わないから。あまりにもその周波数合わないから、そういうの排除したくて、私一回ね、その、今まですっごい大好きで、ずっと撮っておいた、子供の頃から撮っておいた自己啓発本の紙的なね、紙本をね、めちゃくちゃもう全部捨てたのよ。で、そのぐらいね、もし、皆様がね、そういう世界線の人だったら、
多分見れてないのよ。なんでこれを見れてる、見てるってか、なんだったら毎日あの21時にスタンバってますっていう人ね、もう完全にハッピー世界線の人間なので、これからもねよろしくお願いします。これからもねめちゃくちゃ仲良くなれるよ。なんであのこれもうねアップしても平気じゃねっていうことで、アップしたらもう本当にねありがたいことにね、私のね言い間違いね、私のねあの本当は3度目の正直って言いたかったところを、2度あることは3度あるっていうね言い間違いをしれっとね、まあ、竹城さんきっとこう言いたかったんだろうな言うて、コメントでしれっと3度目の正直楽しみにしてますみたいなね、コメントしてくださった皆様ね、後でグッドボタン普通に押してくださった皆様ね、本当にありがとうございます。皆様のおかげです。だからこれはまあ本当にね、本当にまあ多分普通のね、普通の人っていうか、多分まあそこら辺の多分人だったらさ、多分これって結構な事件じゃん。ある意味ね、ある意味結構な事件だと思うんですけれども、それをねまたね、もう我々はさ、もう脳みそがさ、もうありえんハッピーすぎるからさ、笑ってやり過ごすっていうね。まあさ、皆さんはさ結構人のことは余計笑えるかもしれないけど、私が一番笑ってるから、そのね天文学的数字を引き当てた自分の月のっていうか運の強さね。あとプラスでね、プラスでこれめっちゃラッキーじゃねって思ったのはさ、まあいやらしい話さ、これでさあのノックスのさ人とご縁が生まれたわけじゃん。今までさ、ノックスのシステム手帳も使ってるよ、使っては来てるんだけれども、いざさなんかさ あんまりね喋る機会っていうのはね今まで一回もないのよ。だから私一方的にさ、わー斉藤さんに会いてえなと思ってるけれども、いやもしかしたらこれワンチャン来年会えるんじゃねえと思って。それはさ、なんか自分がさノックスのイベントの時に行ければそれでいい話なんだけれども、いやこれは数奇な運命やでと思って、まあそれはねもう本当にね、私はね今回ねこういうことが起こったことで、あのご縁が生まれてね大感謝しております、ありがとうございます。で概要欄に昨日ね書いてあるんだけれども、本当にね本当にご丁寧にねことが発展しておりますので、あの皆さん本当に大安心の気持ちでねいてくださいね。別にね全然ねあの心配しないで、あのいつかは来るから。で皆さんはあの空前絶後の3度目のあのフラクトのね開封動画を目の当たりにする皆様になりますので、私はねあの今後、そのフラクトの3回目っていうか、まあ来た時ね普通に開封動画するし、その後もフラクト使いながらここが A でみたいなね、あの普通に 言っていくと思うのよ。多分ね欲しくなってくるのみんなね。だからまあ再販があった時ね、またねあの私がねこうやってねフラクトをねめちゃくちゃ語ることによってね、もうただでさえね欲しい人がいっぱいいたのに、またさらにね欲しい人を増やすと思うんですけれども。自分で言うけども、でもね私はね本当に、ね、好きなシステム手帳に関してはさ本当にねプレゼン能力鬼発揮するから。なんでそちらもね合わせてね楽しみにしててください。今後のなんかまあ展開ねございましたら、またね、まあ、今後の展開言うて、私まあ家に帰ってさ、またそのさあのフラクトを変装して、まあ、変装してそれであっちでなんかいろいろねちゃんとやってくれて、また送り返してくれてっていう流れにはなるんですけれども、楽しみよね。本当に楽しみ。あとね、あの、昨日もそのサロンでさ、フラクト使ってる人の手帳見せてもらった言うたやん。めっちゃかっこいいからね。本当に。あのね、今、もう、本当、最後までフラップかベルトかで揺れてたんですけれども、これはね、今まあ、フラップ買ったからさ、まあ、今年はもう無理よ、買うのとかは。ただね、来年こう、ワンチャンあったらベルトも欲しいよね。まあ、そんなね、感じで、まあ、皆様ね、お楽しみにということで、よろしくお願いします。ってことで、じゃあ開封ね、していこうかなと思います。よいしょ。どっこいしょ、どっこいしょ、と。もう信じられないよね。なんかこの後さ、仕事っていうのが信じられないよね。もうさ、私のさこの気分で言ったらね、もう今日は渋谷のロフトに行ってとかね、新宿のハンズに行ってっていう気分なんですけれども、なんとこの後は仕事です。まあね、私はさ
あの趣味人なので趣味がたくさんあるからさ、もう仕事をねせねばならぬ理由がたくさんあるので頑張ろうと思います。皆さんもね、あの今日一日ね、これが上がるのが21時でしょう。だから皆さんもうお疲れ様の時間だと思うんですけれども、今日もねお疲れ様でございました。ということで今から開封していこうと思います。多分今回ね買ったのは、その冒頭でもちょろっと話したと思うんですけれども、あ、話したっけ、その限定品がさ、私が見たかった限定品、システム手帳サロンの限定品っていうのはもう昨日の時点ではねほぼほぼ完売しておりまして、あの見たかったやつ何かっていう と、ブレイリオのさ、あのオレンジのそのノートタイプのさやつとか、あとアシュフォーだったらネオフィとね、ネオフィナードの、ライフオーガナイザーとかそういうの見たかったんですけれども、まあね、まあプレミアムで3日間あって、その3日間で結構もうはけちゃってたらしいし、で私が行ったのもね初めてが昨日だったからさ、まあ限定品はねえだろうなと思ってたけど本当にありませんでしたで、まあ一般にね販売されるものとか、あと先行販売で並んでるものとかに関しては、あの途中でね追加とかはね結構かかると思うので、あの昨日時の時点でなくても、またね、あの今週末、まあ、この土日にかけてとかね、来週とかはまたね、あの途中で投入される可能性っていうのは非常にあるんですけれども、まあ、限定に関してはやっぱり限定だからさ、リミテッドだからもうね在庫復活しないのでなんでこれからはシステム手帳サロンに行かれる皆様は本当その会場のね雰囲気を味わうということで、ただリフィルはね本当盛りだくさんなので、普段だったら、銀座の伊藤屋はシステム手帳の階が4階、フロアが4階で、そこにいろいろリフィルとか手帳とか並んでるんですけれども、今回の期間中に関しては4階はね置いてあったのはシステム手帳じゃなくて普通のノート、 MD ノートとかトラベラーズノートとかそういうノート系がパーって、飾ってあって、システム手帳関係は全部、会場の方に移動しておりますので、普通にシステム手帳サロンうんぬんじゃなくて伊藤屋にリフィルをね普通に買いに行きたいとかね、そういう方も漏れなく会場にね行くことになりますので、そこでねあの圧巻のねリフィルボールをね見てください。もう M5 サイズから A5 まで全部ね結構な勢いで揃っております。で、私のおすすめとしては、まあとりあえず銀座の伊藤屋でリフィルとかね手帳とかね、まあ、定番とか先行含め、あのそれを見ていただいた後に、マルゼンのね丸の内とか日本橋とか行って、イニシエのリフィルを探すっていうね、そういうね遊びをすると面白いんじゃなかろうかと思います。で、昨日、会場で買ったものなんですけれども、まずこちらですね、ジャポニカ学習帳のリフィルねこれめっちゃ可愛いよね。これなんかツイッターとかで、あのツイッターの銀座伊藤屋のライブとかで配信されてたと思うんですけれども、これを買ってきました。で、まんまジャポニカ学習帳ね、我々の、ね、年代だとやっぱりこれ使ってた人すっごい多いんじゃないのかな、どうなんだろう。まあ、ただこうやってね開いてみると、そのノートタイプになってるわけじゃなくて普通にバラのねこういうリフィルになっております。で、これは日記帳っていうリフィルなので、こんな見えるかな、こんな感じ、ちょっと明かりがね明るすぎるからちょっと見づらいかもしれないんですけれども、このねあんまり見えないね、なんか何月何日とか、あと気象が何時とか就寝が何時、温度天気書けるようになってて、でここに日記のスペースがあるっていうのものになってるので、これは日々のさ本当記録、まあ日記帳ですよね、日記で書くにはもう最初から気象、就寝、気温度、天気書けるようになってるので、フォーマットとしては最高だと思います。で、こちらをバイブサイズね買ってきたでしょ、これ2冊買ってくればよかったねまあこれどうなんだろうな、その限定っていうか、まあ普通に在庫があれば伊藤屋でも今後販売されてると思うんですけれども、まあ、こちらとこちらと、あともう一つがこのミニ6のサイズですね、ミニ6の絵日記っていうリフィルです。で、絵日記のこのリフィルに関してはバイブルサイズもねもちろん出ていたんですけれども、もちろん出てはいたんだが、いかんせんさ
絵日記の絵描くさスペース結構大きめなわけよ。ミニ6でこのぐらいなわけね。だからバイブルになるとほんとね、夏休みの宿題思い出すぐらいの量のイラストページ、イラストページというかイラストスペースがあったんで、こんなにはなんかイラストね描けないかなと思って私はミニ6をね買ってきました。でこちらも起きた時刻、何月何日、曜日、天気、寝た時刻で今日の温度っていうのをこんな感じでなんか塗りつぶす形式、ここら辺塗りつぶしたりとか、この時計のところは自分で針描いたりとかして、描ける仕様になっております。だこれもさ、もう使い方で今ね、今思ったんだけれども、別にさ絵日記って言ってるけれども、ここに絵描かなくたっていいわけですよ。ここに例えば to do 付箋でわーって to do 貼り付けて、ここになんか一日の総括を書くみたいなね、そういう使い方もできるんで、まあ、そう考えるとおいおい竹千代さんとバイブルサイズ買ってきた方が良かったんじゃないのかいって今ね思ってます買ってくれよかった。いや昨日さ本当にさ、あの会場でね、まあ、いろんなそのシステム手帳とかさ、てかシステム手帳なんかあるかなと思ってね、まあ、フラクトがあるから別にそこまでガツガツ買おうとは思ってなかったけれども、思ってないけれどもなんかあるかなっていう手で手帳メインでちょっと見ちゃったのよ。だからリフィルに関してはね、そんなにね、あのそこまで詳しくね見てこれなくて、なんで今ね、だからね、でもね、ワンチャン私ね、もう一回ぐらいねサロンに来れるような気がしてるのね。だからその時に来たいよね。だからさ、今日さ、昨日本当はさ帰ろうと思えば帰れたのね。夜普通に電車でお家まで帰れたんですけれども、全然時間に余裕があったから帰れたっちゃ帰れたんですけれども、やっぱさ、なんていうの、今日中に帰らなくていいと思ってさする買い物とさ、今日帰らなければいけないと思ってさやる買い物ってさ、心の余裕全然違うじゃん。これはね、あのね、田舎の民はめちゃくちゃわかると思うの。東京に来たはいいが 2,3 時間しか買う時間ねえぞっていうのとさ、いや今日は夜はホテルに泊まればいいから閉店までいられますっていうとさ、全然心の余裕が違うじゃん。だから今度もしね、もしワンチャンね、ワンチャン来られるとしたらね、またこういうやり方したいよね。私がね、あのね、非常にね、そのね、普段やってるね仕事に関してね、そのシフト制なんですけれども、まあいわゆる遅番みたいなね、携帯なのよ私は。なんで別に朝帰れば全然仕事間に合うのね。いけるかな、めっちゃ行きたいんだけど、本当に行きたい、楽しみでごわす。もうシフトがねまだ出てないので何とも言えないんですけれども、もし行けたら必ず行きますでそれでリフィルもね、またね冷静なね感じでね、見てちゃんとね、そのセットアップを考えながらいろいろ見ていきたいなと思います。でプラスで買ってきたのが、このバインデックスのリフィルですね。こんなセクションが区切られているので、書く内容を整理できます。分析や記録にも広く使えるフォーマットっていうことで、こんな感じですね。ちょっとあれなんだよね、結構クリーム色でさ、反対色がさ、もう照明がさ明るいからさ反射しててちょっとよくわかんないと思うんですけれども、ここにまず 1,2,3,4,5 行ぐらいのね横の罫線で区切られてるスペースがあって、ここはもう全部方眼セクションのものになっております。でちゃんとここが真ん中ですよっていうポチ印とかもついてるので、なんかいろんなね、あ、真ん中だけじゃない、こことここにポチ印がついてるので、これはいろんな、本当にいろんな使い方ができそうですね。まあ、それこそさ分析や記録にもって書いてあるから、だからそれの、やりやすくするためのこの矢印だと思います。いいよね。これもね種類があったの、これも種類があって、このバインデックスのこのリフィルに関しては何種類か、他に 2,3 種類ぐらいあったのかな。ただ私がその時これは欲しいと思ったのがこちらのねセクションタイプのメモだったんで、これだけ買ってきました。で限定っていうか、もうこのねサロンでわーって買えるものを買えるリフィルっていうのは今このぐらいだ、これしか買ってきてないです
で、あとは普通に買ってきたものとしては、こうノックスのね、ページファインダーね。ノックスね、このページファインダーって何かっていうと、ほんとブックマークみたいなもんなんですけれども、これもね、メーカーによってね、デザイン全然違います。多分、このね、ノックスのやつは、一番シンプルかな。アッシュフォードのだと、もうちょっとなんか色が使ってあったりとかすると思うんですけれども、あと、ダヴィンチかな。はなんかここら辺なんか緑のなんか方眼になってたりとか、いろんなねデザインがあって、そのメーカーによってそのデザインは全然ね違ったりするので、これはページファインダーはね、もう探せばね、どのメーカーでもねほぼほぼ出してると思うので、ぜひぜひね見てみてください。私はもうほんとシンプルで合わせたかったんでね、こちらをね買いました。でプラス、この補強シールね、これ補強シールだから、そのリフィルをさ補強するやつですね。私さ、これね間違えたね。あの補強シールじゃなくて、本当はアシスタントホールが欲しかったんですけれどもアシスタントホールってさ、私の動画の中でも何回か出てきてるんですけれども、例えば穴を開けたくない紙ね、穴を開けたくない紙に、そのアシスタントホールっていう粘着力の割と強の、プラスチック、いやプラスチックっていう素材でもないな、なんかそういうなんかカタカタのね素材のやつで、強粘着のシール、両面テープがついてるやつをここに貼ることによって、そのもの自体にはこのねそのもの自体には穴を開けずにリフィルができますっていうね、便利なアシスタントホールっていうのがアッシュフォードから発売しているんですけれども、それを買おうと思ってたんですけれども、見事にね私は補強シールを買ってきてしまいましたただこんなね補強シールなんか前々からこんなだったけど、わかんない、ちょっとデザインがね、てか補強シール自体がねあんまり買ったことないんでわかんないんですけども、これは何かっていうと、もうそのまんまの通りです。例えばあの紙がね薄いやつ、トモエリバーとかだとさ、あんまりなんかページをさめくったりっていうのを繰り返してると、穴の部分がへたってきちゃったりするんですよ。なんでそういう穴の部分がへたりそうだけど、これは記録として大事なやつだから、まだシステム手帳に現役で入れときたいっていう大事なリフィルあるじゃん、まあ、それこそそのあのさ推しのさ五寸眼ページに穴パンしてやったやつとかね、そういうものとかを補強するとき、その穴をさめちゃくちゃ強くするためのシールがこちらになっております。これはそのままリフィルに、こういうねこういうリフィルにそのままここペラペラってなんか1枚ずつね、ここの細長いやつが剥がせるようになってるので、それをピーって剥がして、ここにペーって貼って、これだったら裏に貼った方がいいのかな、裏にピーって貼って、そうするとそんだけでここのね穴がねへたらない丈夫なリフィルになるっていうね優れものになっております、うん、リングホールにかかる負担を減らす補強用シール1枚10本入りで、それが2枚入ってるんで、まあ、このワンセットね、ワンセット買っていただければ20本入ってるっていうことですね。20本分入っております。で今、まあ、システム手帳サロンっていうか銀座の糸屋に行くと、結構こういうねあのシステム手帳サロン の会期何月から何日までやってて、ここにあの何々でみたいなのありますみたいなね、そういうのがねこうやって書いてあるリフィルがあって、これはね私はね毎年ね記念に3枚ぐらい持ち帰ってます。で今年も別にね全然あの潤沢にねあるような感じで普通に刺さってたんで、至る所に刺さってたんで、ぜひ銀座の糸屋に行った際にはこういうのね記念品ねもらってくるのもいいんじゃないかなと思います。あとプラスでそう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 、昨日もねこのカフェスティロに行ったんですけれども、12階にあるカフェなんですけれども、私はここでねよくサラダを食べたりするんですけど、お昼に今回システム手帳サロンの限定メニューということでね、このシステム手帳サロンオリジナルのメニュー、人気のハラペーニョチーズステーキサンドが特別にステーキをダブルサイズにボリュームアップして登場と、手帳からシステム手帳サロンのスペシャルメニューとして、手帳からはみ出さんばかりのリフィルをイメージした、こうねもうね中身がぶっ飛び出てるようなね、限定メニューがありますので、もしなんかシステム手帳サロンをさもうさ 全身でねあの食の部分でも楽しみたいっていう人は、12階のカフェスティロにこういうメニューとかもあるので、ぜひぜひ行ってみてください。
ということで今日の動画は以上ですね。まあ、こんな感じでね。よいしょ。まあ、あとなんか紹介するのあったっけな。そんなないかな。あ、で、昨日の時点ではね、そのアシュフォードのね、ビタリータはね、まあ、ピンクはもうとりあえずさ、ないっちゅうことだったんだけれども、サンプルも出てなかったんだけれども、ただね、まあ、その先行販売だから、あくまで、あれは、先行販売なので、今後ね、ウェブとかでも展開があると思うんですけど、ただ、この今月はさ、まだシステム手帳サロンの期間がさ、続くから、今月オンライン並ぶってことは多分ないと思うのね。で、まあ、11月、まあ、年末になるのか、来年になるのか分かんないけれども、まあ、とりあえず、一言言いますと、ビタリータ、めちゃくちゃいい革でした。もうね、あれはずるい。今まで、ライフオーガナイザーって、トラットっていう革と、トラットっていう生地と、あと、ディープね。ディープっていうね2種類 あって、でまあ時折イベントとかでそのネオフィナードがライフオーガナイザーとして登場してたりしたんですけれども、触った感じね、ディープより柔らかい。あのね、なんだろう、ほんと高級レザーみたいなさ、こういう高級バッグあるよねみたいな感じの肌触りで、昨日その場に行った、昨日はね、その比較的っていうかめちゃくちゃ空いてて、ゆっくり見られたのね。で、フォロワーさんとかとかもさ、めっちゃお話しさせていただいたんですけれども、もうビタリータをね、触った方、まあもちろんその、ライフオーガナイザーも持ってるし、なんかディープとかもね、なんだったら使ったことあるしっていう方々、皆様ね、あれを触ってね、これはずるいって言ってたんでね。あのね、そのぐらいね、意外。こんな手触りなのっていう感じ、こんな手触り、こんな柔らかさなのっていう感じで、なんで手帳をね、ライフオーガナイザーといえど、極力なんか軽くね、軽量化して持ち歩きたいっていう人はね、あれほんと軽い。もう全然、やっぱ、なんか、高といって、へにょへにょっていうあれではなくて、ほんと手に持った感じの、手に馴染む感じがね、素晴らしい。あと、プラス、そのビタリータに関しては、ライフオーガナイザーのタイプと、普通のノートタイプ、ベルトとかなんもない、普通のノートタイプがついてるんですけれども、そのノートタイプのね、ミニ6に関してはね、こんなに収納あるのっていう感じで、あれもね、普通に財布として使える人全然いると思う。あれはもうほんと、ビタリータはね、ちょっとね、ぜひ触ってほしいね。本当に触ってほしい。あれすげえ。マジすごい。で、アッシュフォードのさ、手帳ってさ、割と、なんていうの、その黒とかさ、ブラウンとかさ、結構濃い色が多いじゃん。何、落ち着いたトーンとかでも、そういう濃い色が多いと思うんですけれども、あんまりナチュラル系の色って今までなかったじゃん。ただ、ビタリータはナチュラル系があるのよ。なんで、で、プラスでね、ナチュラル系、あれ、まあ、展示してあったサンプルとして、ね、出してあるやつってさ、ほんとここ、このシステム手帳サロンの期間に合わせて投入されたやつだから、そんなに経年変化はね、まずしてないと思うんですけれども、してなくてもね、いいツヤ、これ多分ほんとツヤツヤになるんじゃないのかな。だからもう、多分空拭きとかでね、空拭きでまあストッキングとかでさ、バーってさ、磨いていただければ、多分ね、もう、折に触れて1日ね、こうやってやってれば、結構あれ、ツヤが出ると思う。クリーム塗ってうんぬんとかよりも、ほんと、空拭きとか、そのブラッシングだけで、かなりのね、あれ、ツヤが出るやつだと思います。まだ経年変化したやつをさ、まだ見てないから、一概にはね、そうとは言えないんだけれども、多分、サロン期間中のその初っ端に投入されたものとしては、もう結構ツヤがね、ファーって出てたので、あれはいい革よ。なんで、まあ、オンラインショップで、楽しみにしてる方とかね、まあ、今回のシステム手帳スタイルのボリューム7にもね、ビタリータ右上の方にバーって載ってたんですけど、ページをね、右側に載ってたんですけれども、そちらを見て、ちょっとでもね、あれこれちょっと気になるぞって思った方は、あれはもう楽しみにしといて、もう、コメントでもさ、もしビタリータ触ったよとかさ、ビタリータ実際買いましたとかね、方いたらぜひね、コメントね、残しといてください。まあ多分気になってる人たくさんいるのよ。なんだって、ああいうナチュラル系の革、そのピンクとかも含めてね、ピンクとナチュラルと、あと結構ダークチョコみたいな感じのお色3色なんですけれども、ああいう色合い自体さ、結構珍しいラインナップ。ほんとアシュフォードの中で結構異色のカラーな感じなので、なんでね、
本当におすすめでございます。あれはね、最後まで揺れてた。わし、ミニ録をね、ミニ録のノートタイプとか、ライフオーガナイザー、どっち、顔、どっちかこれって、まあ、いずれゲットすると思うけど、いずれゲットすると思うけれども、とりあえず、昨日は揺れて終わりました。ということでございました。本日はね、またね、見てくださりありがとうございました。ではまたね、明日ね、お会いしましょう。バイチャー。